はい、山口丸チャンネルです。今日はね、なんとこちらフレックステイルさんのビラランタンってやつを提供していただきました。これね、組み立てるみたいなんですよ。通常はね、販売してるのは組み立てた状態のものを販売してるらしいんですけど、フレックステイルさんってね、ブランドちょっとね、あまり聞かないんですけど、調べてみたらなんかね、あのインフレーターのね、ポンプとかをね、あのなんていうんですかね、空気入れを作ってる会社みたい。空気入れとね、ランタンが一緒になったやつとかもあったんですよ。ちょっとね、調べてみてください。リンク貼っておきますんで。で、今日はビラランタンっていうね、普通のレトロな感じのランタンなんですけど、ちょっとね、これ組み立てていくっていうのはね、男心くすぐりません？はい、じゃあ早速ね、箱を開けていきたいと思います。バン、64って書いてるってことは64個のパーツがあるんですかね。ちょっとさ、そんな風には見えんすけど、見て、ネジ一個一個こういう風に入っとる。これね、男心をくすぐるんかもしれんけど、俺みたいなめんどくさがりはね、ちょっと二重になっとうはずなんやけどな。どうかな。あ、これだ。ここを取ります。はい、この下にも何かパーツが入ってますね。お、なんやろ。で、これが C タイプの充電器、充電式なんすね。結構ね、質感とかいいんですよね。しっかりした感じはあるけど、うまく組み立てられるかな。よく見てください、これ。じゃん、ここ名前入れていただいてます。丸チャンネル。工具ないなと思ってたんですけど、ここドライバーがついてますね、付属で。取り出しにくいな、ちょっと。どうやる？よし、ちょっと出してみますね。これは作業するときに指につけるカバーかな。精密機器を選ぶから。はい、取り出すことができました。六角レンチになってるのかな。六角レンチと精密ドライバー、そしてこれが N 部分になってて、見てください、ちゃんとくるくるっと回せるようになってます。意外にね、これもね、質感良くてびっくりです。まずはスイッチ部分の組み立てになります。よいしょ、なかなか取り出せんけど、これとこれを、よいしょ、気をつけて取り出さんとね、雑なんで。このパーツとこのパーツを組み合わせますと。そしてここに穴があるんで、穴に入れていきますと。きちんとはまるようにね、六角レンチなんかで押してあげましょうかね、これ。そしてこちらです。スイッチ部分のパーツになります。これをこういう風にくっつけてやるんですかね。こうかな、多分逆でした今。多分こっちだ。こうです。こう合わせます。はい、パチッというまでね、さっきの押し込むとこんな感じでスイッチがカチャカチャ言うようになります。そして USB を差し込むところのカバーを取り付けていきます。ここにスポンとはめて、パチンと。それでこれ裏ネジ止めでしょうね。細かい作業が苦手です。よいしょ、これでここを止めていきます。そしたらこれ固定されましたね、 USB のカバー。あ、子供が取れた。あ、ほらね、パチンと。今度は大物の基板を取り付けていきます。なかなか取れんね。怖い怖い怖い。よいしょ、
い、そして先ほどのスイッチボックスに基板をつけていきます。こんな感じかな。こう向きだよね。うん、合ってる合ってる。これをパチンと、一部はまるところがあるのでパチンとはめて、それで全部ビス止めか。うん、ここね、ビスの穴が合うのね。これで、これで止めていきます。そして四隅をビス止めいたしました。はい、反対側、基板にくっついてた USB のところきっちりパチンとはまってますね。そして調整のボリュームネジっていうのかな、つまみか、どう向きじゃろ。お、こうかな。うん、こっちもこんな感じでパチンと、こんな感じです。こんな感じ。そしてさっきのボックスに取り付けるんでしょうね。こうか、向きははまる場所があるだろうな。こうか、パチン、よし、おー、いい感じ。そしてこいつもパチンと、うん、おー、かっこいいじゃんね。ここが光るんじゃん、すげえ。はい、そしてこれを取り出してと、さっき作ったやつ LED をまずこの穴に通してあります。通してあげて、そして電池を入れます。よいしょ、こんな感じかな。はい、で先ほどの基板とコントロールボックスをこれに入れていきます。よいしょ、でさっきね、普通のプラスのビスがね4つしか入ってなかった、5つか入ってなかったんで、今度はこの六角のタイプ使っていこうと思います。さっきの向き逆でしたね。この丸くカーブしてる方が合うようにしたらパチンとはまりますんで、こっちみたいね、今度出っ張りがない頭がベタになっとる方、こういうのってね対角でつけた方がええんかな。こう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 でね、六角のは磁石ついてないんかな、これ意外にさっきよりつけにくいで。四隅を止め終えました。そしてこの白いパーツを取り出して LED を通していきます。はい、そしてこう向きに立てて、ここにパチンとつけます。そしてこのカバーをこう向きでええんかいな、逆っぽいっちゃ逆っぽいけどな。お、パチンとはまった、すごい、いいね。そしてこれに LED を貼っつけていくらしい。こういう風に、こういう風にね、貼っつけて両面になっとるんで貼っつけていきます。感覚としてはここに入れ込んで、下に入れ込んで背面をつける。よし、できた。はい、そしてこのカバーをかけていきます。だいぶ形になったね。だけどこのままじゃ浮いちゃうんでね、ちょっと試しにつけてみたい。
まあいいや、ちょっと後々。はい、そしてこれですね、これを上に乗っかるような感じで、鉄格子みたいな感じだから、あ、こうか、こういう風にカバーをかけていきます。で、バラ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 、これね、4本だけね、長さが違うのがあるらしいんですよね。選別、多分ね、こうだと思う。太さと長さがね、微妙に違うんよね、4本だけね。あ、こっちだと緩いけ、こっち側につけよう。地道な作業、じゃん、だいぶ形になってきた。お、やっと全体にこの鉄格子みたいなやつをつけれました。はい、そして結構ね、質感のいいってさっき言った外装部分をにこれを止めていきます。カチンとね、取っ手になるところでしょうね。内側からビスをつけようと思います。こいつ不器用だなと思うでしょう。撮影しながらってなかなか難しいんですよ。そしてこれがついたんで、これを入れていきます。カツンカツンのはず、ギリやね。はい、だいぶ形になってきましたよ。そしてここ全部止めていくみたいですね。あれ、向き合っとですよね。ああ、ほらほら、ここをね止めていくのと、あと多分このパーツですね。このパーツをどこだ、あ、こうか、こうだ。こうしてここにビス止めしていけば完成するはず。じゃあちょっとビス止めしていきます。だけでもぐーっと押さえながらね入れていかんとね、バカになるけ危険っすね。こうでもないか、意外にクイックいけるね、クイック。よっしゃ、反対クイックに、おー、よーし、まるよーし、まる、いい感じっすね。それでまたここにパチンとくっつけて、四隅にビスを打って終わり。やっとできた。自分で作ったと思えんぐらい質感いいっすね。じゃあ早速つけてみましょう。オン。あー、これね、パチパチなりよるんすけどね、実際は柔らかい光です。ちょっと伝わりにくいかな。ん、どれがどうなんじゃ、これが、あ、これで明るくなる。で、これで、うまいこと回らんな。色味が変わるんだろうと思うんやけど、あ、こっちに回すと白っぽい色になります。こっちに回すとあったかい感じの色になります。おお、結構雰囲気いいっすね。あ、どうしようね、線が入りますね。 LED のカメラで撮ろうと思うと携帯特有なんすかね。まあでも雰囲気はいいっすね。ここはね、これ残量とかになってるのかな、ピン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 ってついてるやつ。そして USB 充電ができるっていうのがすごいっすよね。これ充電線きます。いや、かっこいいなこれ。で、吊り下げることもできます。このボリュームもね、これがいいよ、つまみがいいよね。
はい、こちらのランタンの完成品は幕開けさんで入手可能です。概要欄に URL を添付しておきますので、ぜひご覧になってみてください。マルチャンネル。